どうもこんにちは、野村大輔です。今回は X ジャパンの Born to be Free をやってみたいと思います。この楽曲は、かなりヘビーなチューンのギターが、特徴ですので、そのあたりをやっていきたいと思うんですが、こう歪ませすぎずにやっていますので、あとはこのピッキングだとか、そういう細かいニュアンスで、変化をつけたらいけるかなと思います。それでは、今回使用する楽器は、このレスポールですね。はい、それのリアを使っていきます。そして、エフェクターの方はズームの G5N、 こちらを使っていきます。ではイントロのフレーズを弾いてみたいと思います。もうここはかなり低音の、パンチの効いた、リフになっています。でまずはこの6弦の開放で、この3フレットと5フレットを弾いていきます。でパワーコードで、この人差し指が6フレット、5フレット、3フレット。これで、1セットになります。でこの時に、右手のピッキングの位置なんですが、このフロントピック寄りに弾いてしまいますと、結構低音が、より強調されますので、このリア側の方に手を持ってきます。この方がすっきり聞こえますね。はい、これで、ここのパートはいいと思います。それでは、サビのパートを弾いていきたいと思います。まずは、コードはですね、すべてパワーコードで押さえていきますが、 E のパワーコード、そして C、 G、 D、 はい、これを繰り返します。そして、この右手の方は基本白玉でもいいんですが、ターンターンっていう風にちょっとシンコペーションを入れると、雰囲気に合うと思います。はい、こうやっていくとですね、ちょうどサビのところでも盛り上がりがあるのかなと思います。はい、それでは、ソロに入る前のちょうど、ヘビーなリフのところなんですが、5弦と4弦の0フレットから1フレット、2フレットというふうにずれます。はい、これ、0、1、2、0、1、2って弾きますので、3つのグループのフレーズをですね、4つの塊の中に入れますので頭がこうずれるんですね。ですのでリズムキープがちょっと大変なところなので、ちゃんとリズムを取りながら、はい、というふうに、弾いていくと、リズムがちょうどかっこよくなるかなと思います。